ユイト、ちょっと二人で周防の街を歩かない？ああ、いいよ。俺もちょっと息抜きしたかったところだし。決まりね。じゃあ行こう。まだまだ平和とは言い難いけど、それでもこの街を歩いてるとなんだかホッとするな。そうだな。愛着があるせいかもしれないけど、いろいろあった後でもやっぱり周防は落ち着くよ。私も本当に心から平和って言えるような街になってくれたらいいんだけどね。次のニュースです。海抜群病院で行われていたとされる非人道的な実験に関する新たな情報が。あ、ユイト、あのニュース。これまで一貫して関与を否定していた海抜群病院の理事長柳一条氏ですが、関係者の手でリークされたデータには柳氏の署名によって採決された倫理書も含まれていました。相次ぐ内部告発もあり、柳氏を含む関係者14名の失脚は避けられないものとみられます。この間助けた人がうまくやってくれたみたいだな。うん、これで一条家は没落しちゃうのかもしれないけどね。悪事で栄えるよりずっといいよ。花火の実家の方は大丈夫なのか？おばさんたちにも何か影響あったりとか？ううん、連絡してみたけど、お父さんもお母さんも本当に全然知らなかったみたい。それどころか私まで心配されちゃった。海抜群で何か変なことされていないかって。そっか、よかったな。うん、もしかしてお父さんたちもって思ってたからほっとした。今度顔見せに帰ろうかな。なんだ今の音？何かがぶつかったような音だったよね。行ってみようよ、ユイト。あそこ見て、事故があったみたい。交通事故なんて珍しいな。すみません、何があったかご存知ですか？ああ、どうやら車の自動運転プログラムが誤作動でも起こしたらしくてな。救急隊がなかなか到着しないんだ。あんたたちは海抜群か。それじゃあ何もできないよな。ユイト、もっと近くに行ってみよう。そうだな、俺たちにも何かできることがあるかもしれない。助けてください。私が離れている間にうちの子の乗った車が事故に巻き込まれて、まだ子供が中にいるのにドアが開かないんです。エンジンから煙が出てる。このままだと中の子供が危険かもしれない。救急隊を待ってる時間はないってことだね。私たちでやれるだけのことをやってみよう。助けて。ごめんね、もう少しだけ我慢して、すぐに助けてあげるから。ロックがかかってるみたい。ユイト、念力でドアを外せる？外せるけど、乱暴にやると子供が怪我をするかも。もう少し穏便な方法で開けられるといいんだけど。わかった、じゃあ私がやってみる。どうする気なんだ？私がハッカーの熱でドアの部品を溶かしてみる。そうすれば簡単に外せるよね。なるほど、わかった、頼む。僕このまま死んじゃうの？大丈夫だよ、絶対無事に助けるから。
私たちを信じて。少しだけ後ろに下がっててね。うん。よし、ユイト、お願い。わかった、任せてくれ。よっと。よしよし、よく頑張ったね。お母さんが待ってるよ。お母さん、ありがとうございます。お二人とも本当に感謝してもしきれません。あ、いえ、そんな、お礼なんていりません。お子さんが無事でよかったです。あの助けてくれてありがとう。お兄ちゃん、お姉ちゃん。おい、見てたぞ今の。やっぱ海抜群はすごいな。さすがスカーレットガーディアンだ。え、あ、いつの間にかギャラリーが。あの皆さん、危ないから離れてください。ちょうど救急隊が来たみたいだ。あとは任せて大丈夫そうだな。ちゃんと見届けたかったけど、この調子だとカラスが寄ってきて邪魔になりそうだし、私たちは退散しよう。さっきの花火かっこよかったよ。事故の対応なんて初めてなのにテキパキ動いててさ。え、そんなことないよ。あの子を助けなきゃって必死だったんだもん。子供を助けるために必死になれるって十分かっこいいことだと思うよ俺は。ありがとう。あのね、ユイト、私、自分が何をしたいか分かったよ。この間から考えてた話、結論が出たってこと？うん、なんとなく固まってきてはいたんだけど、今日のことでやっと確信が持てた。私、自分の好きなものを守りたいんだ。好きって言っても特定の誰かじゃなくてね。この街が大好きなの。ここに生きてる人たちもみんなを守りたい。誰も苦しんだり泣いてほしくない。花火、そうだな、俺もそう思う。悲しい事件ばかり起きるのはもうごめんだよ。だからまず海抜群を変えたいの。おじさんたちがやったようなことが二度と起きないように。せっかくスカーレットガーディアンなんて呼ばれてるんだしさ、その呼び名に恥じないみんなの守護者にならなきゃ。守護者か、さっきの花火みたいにだな。からかわないでよ。んでもある意味その通りなのかな。人を守るって戦うだけじゃないんだよね。例えばだけど、もしいつかこの世界の怪異を全部倒しちゃっても、ああいう事故はなくならないでしょ。怪異を全部か。そんな先のことを今まで考えたことなかったけど、確かにそうだな。つまりさ、戦いは敵を倒したらおしまいだけど、人を守るって仕事に終わりはないんだよ。うん、すごいな花火。そんな未来まで見据えて考えてるなんて、幼なじみとして鼻が高いよ。何それ。まあちょっと大風呂敷広げすぎかもしれないけどね。少しずつやってみるつもり。それに私がいろいろ考えるようになったのはユイトのおかげだよ。この間まで理想なんて何もなかったもん。だけどユイトが前を走っててくれたから、追いついて隣を並んで走れるようになりたくて、そうしてるうちにようやく私自身の行きたい道が見えてきたって感じかな。俺は自分が花火より前を行ってるなんて全然思ってなかったけどな。志願兵で入ってきた俺からすれば、花火はずっと前にいて、俺は必死で追いかけてきたつもりだよ。
それじゃお互い切磋琢磨しながら成長してきたってことにしとく。そういうことにしておこう。これからもお互い立ち止まらずに頑張ろうな。そうだね。やっと一歩踏み出したばっかり。ここからが大事なんだよね、ゆいと。ん？どうしたんだ？あのね、いつか私が本当にゆいとに追いつけたって思える日が来たら、伝えたいことがあるの。伝えたいことって？それはその時まで秘密。秘密か。全然わかんないけど、わかった。待ってるよ。うん、それでいい。ありがとう。じゃ、先行ってるね、ゆいと。おい、待てよ。もう聞こえてないか。ああいう勢い、花火らしいな。ゆいと、少し付き合ってもらえるか。行きたい場所があってな。ああ、構わないよ。どこに行くんだ？スメラギリオ近くの墓地だ。友人のマサキの墓参りだ。お前も知っている通り、埋葬できる遺体はないが、あいつの弟が家の墓に名前を加えてくれたそうだ。そっか、マサキさん、ちゃんとしたお墓ができたんだな。わかった、行こう。もっとゆっくりしていかなくてよかったのか。ああ、これで十分だ。俺があいつに言いたいことはもう十分伝わっているだろう。手を合わせながら水葉川でのことを考えていた。あんな風に打ち捨てられてきた人間が何人もいるんだな。そうなんだろうな。俺たちが見つけたのは車両一つだけど、きっと過去にはもっとたくさん。
退役した隊員が早死にしたり行方不明になることは多いが、俺は心身の消耗のせいなのだと思っていた。だがそれも全て必要な脳を確保するために政府が行ってきたことだったのかもしれん。そうだな。今の政府ならそれぐらいのことはしてても不思議じゃない。ゾッとする考えだけど。使えるものは使い、使い道がなくなれば廃棄する。国にとっては人間も道具と変わりないのだろう。だが俺たちもあいつらも道具なのではない。戦えなくなっても別の新しい人生があったんだ。それを握りつぶしゴミのように捨て去った者たちを俺は許すことができない。俺も同じ気持ちだ。俺の親友も同じような目に遭わされたからな。凪のことか。ああ、あいつも正樹さんもこれからいろんな人生があったはずなのに、こんなことが起きる時代は俺たちで終わらせなきゃいけないって思うよ。そうだな。俺はもう役目を終えたような気でいたが、まだ大仕事が残っていたんだな。残された者の責務としてこの国の歪みを正し、その先の新しい時代を見守りたい。ゲンマ、そんな大仕事一人でやる気じゃないよな。当然俺も一緒にやらせてもらうよ。いいだろ。ありがとうユイト。改めてこれからも仲間としてよろしく頼む。ああ、こちらこそよろしく。それじゃあアジトに戻ろうか。待て、その前に少し寄り道をしていいか。ああ、別にいいよ。どこに行くんだ。この店なんだが、一人では少し入りづらくてな。一緒に来てもらえると助かる。びっくり創作餃子専門店スザック、なんだかすごそうな店だな。この間お前に連れ回してもらったおかげか、最近は食べ物に興味が湧いてきてな。時間があるときはこんな風にグルメサイトで流行りの店をあちこち調べている。へえ、新しい趣味ができたって感じか。場所はここから近いのか。なあ、サイトを見て気づいたんだが、実はこの店以前正樹とよく通っていた店でな、前の店主が亡くなってから店の名前も雰囲気もすっかり変わってしまって、それきり行かなくなっていた。だが昔ばかり見ても仕方ない。新しい餃子も一度自分で味わってみなければな。人気メニューは鬼地獄餃子にファイナルドラゴン餃子？食べ物の名前とは思えないネーミングだな。名前はどうあれ、味は食べてみなければわからん。たまには冒険してみるのもいいだろう。確かに。でもそのセリフ、少し前の現場なら絶対に言わなかったようなセリフだな。そうかもしれん。今までの俺は固くなすぎた。新しいことも恐れず吸収していかなくてはな。そうやって残された人生を楽しむことも、生き直したいと言っていた正樹への弔いだ。ゲンマ、すっきりした顔してるな。ちょっと若返ったんじゃないか。そんなわけがないだろう。だがそうだな、確かに肩が軽くなったような気はする。何年ぶりだろうな、こんな気分は。よし、それじゃあ早速びっくり餃子とやらを食べに行くか。俺のおごりだ。好きなだけ食べてくれ。どうすなら多めに買ってアジトの皆への土産にするか。それいいな。
もし名前通りの変な味でもみんなで食べれば笑い話になるからさ。ああ、そうだな。ユイト、後でトレーニングに付き合ってくれないか。隣に人がいる方が張り合いが出る。いいよ。あ、でもお手柔らかに。現場のトレーニングって結構ハードだからさ。わかった、気をつけよう。何、お前を潰すようなひどい負荷をかけるつもりはない。俺はユイトの盾となれるように研鑽を積んでいる。それが今の俺がなすべきことだと思っているからな。ユイト、お前はお前が思う道を行け。ありがとう。ゲンマがいてくれると思うと俺は迷わず進めるよ。ユイト、ちょっとお願いがあるんです。これから一緒に日枝野山へ山登りに行きませんか？いいけど、山登りって山の上に怪異予報でも出たのか？いいえ、目的は純粋な登山です。実は自分の能力のことでまたモヤモヤと悩んでいまして、筋トレだけでは振り切れそうにないので過酷な状況に身を置いて自分と向き合ってみたいと思うんです。それで日枝野さんか。でも前登った時はルカ結構きつそうだったよな。確かにこの体での登山はなかなか大変でしたね。でもだからこそ挑戦してみたい。なるべく自分の力だけで登って自分がどれだけ強くなれたのか確かめたいと思うんです。だからユイトも怪異との遭遇や万が一の事故以外は僕に手を貸さないようにしてもらえますか？自分の壁を越えるって感じか。分かった。でも無理だけはしないでくれよ。ありがとうございます。ルカ、そろそろ少し休んだ方が良くないか？いえ、
まだ平気です。気を使わせてすみません。このところユイトには迷惑をかけてばかりですね。いいっていいって、悩んでる時はお互い様だよ。僕も頭では理解しているんです。能力の有無などにとらわれてはいけないと。でも自分がベルペッパーであるということは、長い間ずっと僕の心を占めてきた問題なんです。今のニューヒムカの社会ではベルペッパーの生活なんてほとんど考慮されていません。存在しないのと同じなんです。能力を失った瞬間、僕もそうなってしまう。その事実が怖いんですよ。存在しないか。ネットもビジョンも見られないってことは、確かに世界から無視されてるような感じかもな。でもさ、そんな風に社会の外側にいるからこそ、この社会の問題を外から変えていけるんじゃないか。それは理想論です。社会なんてものはそう簡単には変わりませんよ。そりゃそうかもしれないけど、そんなこと言ってたら最初から諦めてるのと同じじゃないか。ユイとは若いから夢みたいな希望を語れるんです。僕はもう数十年この世界で生きているんですよ。何ができて何ができないか痛いほど分かってる。見た目通りの子供じゃないんです。分かってるよ。ルカは子供じゃないんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。大人なら大人らしく問題に向き合わなきゃ何も前に進まないじゃないか。でも僕は、危ない、ルカ。ありがとうございます。助かりました。驚いた。滑り落ちなくてよかったよ。いざという時は瞬間移動で戻れたのか。いえ、とっさのことでしたから。あのまま落ちていたら危険だったかもしれません。結局ユイトに助けられてしまいましたね。自分の強さを確かめるなんて偉そうに言っていたのに。それでもいいんじゃないか。俺が手を貸したのなんてさっきの一瞬だけだろ。ルカはちゃんと自分の足でここまで登ってきたんだ。本当に必要な時は人の手を借りたっていいと思う。強さって多分意地を張って誰からも手を借りないなんてことじゃないはずだよ。なるほど。あ、ごめん、俺またなんか偉そうなこと言っちゃって。いえ、ユイトの言う通りですよ。今の話を聞いて兄のことを思い出しました。カレン元連隊長のこと？兄はあれだけみんなに慕われているのに、自分は誰も信じられずに一人で全てを背負い込んでしまっている。僕はずっと自分の先を行く兄の背中を見てきたけれど、きっともう同じ道を歩く必要はないんですね。僕は兄と同じになりたいわけじゃないから。なってはいけないんです、きっと。ユイト、さっきは感情的になってすみませんでした。いや、俺も生意気言いまくっちゃったから。お合子ってことで。わかりました。さあ、頂上を目指しましょうか。急がないと下山する前に日が暮れてしまいます。山頂ですね。ああ、到着だ。登りきれたな、ルカ。ええ、日頃の鍛錬の成果と、それにユイトのおかげですね。俺はついてきただけだって。さっきも言ったけど
ここまで来れたのはルカ自身の力だよ。ありがとうございます。ここから見るとニューヒムカが小さく感じますね。そうだな、これだけ遠いと人間なんか小さすぎて全然見えないや。不思議ですね、小さい人間、大きい人間、超能力者もベルペッパーも遠くで見れば同じ小さな点でしかない。国も社会もそんな小さな点の集まりなんですね。それなら僕にも何かできるのかもしれない。ルカ、何かヒントをつかめたみたいだ。山登りも結構役に立つんだな。さて、ユイト、今回の登山のおかげでやっと僕自身の課題が分かりましたよ。よかった、それじゃあ悩みは解決したんだな。ええ、まず僕はもっと大きくならないといけませんね。それは背を伸ばすって意味じゃないよな。もちろん精神的な意味でですよ。世の中を変えるには一人で背負い込むのではなく、たくさんの人の小さな力を集めなければいけません。だから僕は何があっても自分を見失わず、人々の思いをしっかり受け止められる度量を持ちたい。人を信頼し、人に信頼される、そんな風になれればどんな大きいことでも成し遂げられるはずですから。なるほど、なんかすっきりした顔してるな、ルカ。ええ、でもこれからですよ。まだまだスタートラインに立っただけですから。ルカ、さすがだな、俺にはもう十分大きく見えてるよ。よし、俺も負けてられないな。おや、やる気満々ですね。ではこれから一緒にトレーニングしましょうか。早速メニューを。え、いや、さすがに今日はもう勘弁してくれ。僕はずっと兄さんの強さに憧れていましたけれど、最近はユイトのような強さを見習うべきだと思っているんです。え、俺あんなに強くないような気がするけど。強さといっても超能力や戦いの力ではありませんよ。心の強さとでも言えばいいんでしょうか。ユイトの折れない、いえ折れまいとする強さがあれば僕も変われる気がするんです。また一歩ユイトの心に近づけたような気持ちです。じゃあ俺からも一歩近づいたから、お互いに歩み寄れたって感じだな。
ありがとうございます。いただきます。